あ、るよいしょいーや寒いねえっと、ーとおし、よしはい、アオイタンこんばんは、あはるみみこんばんは、ただいまただいまいやこんばんは、あ カズさん、Twitter フォローしてくれてありがとう、こんばんは。えー、あおいたん、土田さん、ありがとう。えー、おかまし、かかしおかまし、ありがとうございます、こんばんは。えー、こんばんは、おいたん、あくさま、こんばんは、ただいま、ただいま。<laughs> 寒い。えー、こんばんは、かわいい、ありがとう。ちょっと寒いから、マフラー女子。ばんは、あっ、たかさんばんは、おかえりなさい。あおいたん、ケロッピー。<laughs> キょンちゃん、うん、ケロケロケロピー、おかえり、キょンちゃん、おやすみ。あれマッキーさんタンズラあれマッキーさん、久しぶりのありがとう、来てくれて、こんばんは。おやすみなさい。あわねえちゃん、ばわー、キラ、あら。ありがとう、ポプラちゃん、こんばんは。えーと、家の中そんなに寒い寒い。寒い。極寒です。これはもう、ここは北極です。えーと、 ありがとうございます。ーさん、おかえり。おかえりなさいませ。ありがとう。えー、こんばんは。あーありがとう友下さん、おかえり。こんばんは。えー、めっちゃ久しぶりに見れたんで。あのー、ありがとう、カズさん。改めまして、自己紹介をしますと。えー、ラックユーアイドル編集部、青いタンこと、ナンバーオイです。よろしく。んえー、おやすみに。あれえに、おはよう。寝るのおやすみ。なんか、とんでもないところまでえゴさってくるな。 まあそのエゴさでも葵ちタン基本的に毎日エゴさしてるワードはナンバーオイとラックユーの2つですねえっ、ー、と今日は3食のうち2食だけ食べて本当にに葵いタんは3食のああ葵タンもそう2食だわえっ、ー、と暖房を暖房をつけてくださいレインボーブリッジ みたいな感じで。いや、暖房はつけているんですけど、そう、いやー、寒い。なんかね、なんなんか、隙間風が多いんですよ、なんか、うち。<laughs> えっと、お風呂につかれあ、そうね。そうね、そう。なんか、おいたらさ、お風呂に浸かるのめんどくなっちゃう人だからさ、<laughs> 北極キラーお見と北極キラーなんか、前髪、今日さ、前髪が変な位置で割れててさ、治らんのよね。えっ、ー、と、 こんばんばあ、ジロタン、こんばんは。おかえりなさいませ。ありがとう、即に。えー、五十カウント、完了大丈夫。ありがとう。いつもありがとうございます。えー、エスキモン、あー、そう、エスキモンできるよ、これ。できる、できる。できるよ。でーい。えっ、ー、と、どこだえー、毎日英語させ合わしてる。一日一回は必ずラックでとナンバーオいルして、プラス、あのー、あれだよ。あ、ノブリーさんだ。あのー、 例えばメイドリーミンとかで働いた日はあのお給仕した日はメイドリーミンでエゴシャするしペーパーアイドルの日は浜松町スペースアイドルとかで調べるし <laughs> そうやりますね。ん,だん,んたった,っただ毎日深夜の3時に寝ていますあ 3時かえ隙間風オレンジと一緒おいしそうななんかほんとに寒いんだわ特に青いたんの部屋がやー葵いたん仕事じゃないけどご飯の時間だだら、お,おりいさん仕事じゃないのに遅くまでやら前髪かわいいのにあら、ありがとう青いたんなんかすっかりその前髪をね前はずっと分けてたんですよこうやって分けてたんだけど なんか湿気とかで取れたりするからもうパッツンで行こうと思ってなるだけパッツンなんだけどどっちがいいのかな前髪って。年えっ !?1 年あったらえ,っ 1, 年あったらえっ1年あったら300日ぐらいシャワーかな <laughs> <laughs> えっと隙間風なんで、うん、なんかねあおいたんちゃん座敷きわらしがいるからさいつでも通れるようにしてあるんだ、えー、お風呂に入るのがめんどくなる人え,えそうめんどくなる人そうだからなんかそんな湯船に浸かるとあおいたん寝ちゃうんですよなんかだからシャワーでいっかみたいなえー、もふもふが可愛いいそうもう。 ここは北極で待って北極と南極ってどっちが寒いんだっけえっ、ー、と葵ちゃんあ言うけどお帰りなさい元気そうな姿見れて満足する風呂入ってきますあっあったまったねお風呂でありがとうカズさん窓の隙間を防ぐやつダイソーで売ってるよそうなの行こう行こうダイソーちなみにあなたが一番早くつい <laughs> とを掘り当てました さすがいた、えー、ただいま会いたかったよいいけどありがとう寒いねじゃあナンバーオイルつぶやいたらやばいのかやばくないよぜひみんなあのー、ナンバーオイでツイートしてくださいえっ、ー、と外みたいなかっこいいよないや寒,い寒いんだよ 寒いんだよ、ドラゴンさん。え、3時か6時半まで、夜ろ全然寝てないね。ほとんどシャワーじゃん。沖縄の人え、沖縄の人ってシャワーばっかなの <laughs> いや、なんかね、だって夏はほんとに、夏はめったに浸からないし、冬も、なんかうーん、毎日じゃないから、なんか週に2回ぐらい浸かるの <laughs>。え、前髪は全上げするのがいいんじゃね。やだよ、おでこ。眉毛、今日可愛いって言い過ぎた気がする、ね、もうやめときます。ええー。 いっぱい言って女の子は可愛いって言われたら可愛くなるんだよんだがじゃあたたたお風呂入らない系アイドルの部屋はここですかねそれはちょっと語弊があるじゃん語弊語弊お風呂とシャワーは一緒じゃないのかえどういうことどういうことどういうことえどういうことえもしかして最先端なミストシャワー的なミストシャワーって何でもなんか思うんだよねたまになんかお風呂誰か入れてくんないかなって <laughs> なんかさあるじゃんペッパーくんとかロボットなんかそういうロボットとかに入れてくんないかなって思っちゃうあいたん結構掘り当てるの上手なんだよないやなんかね流れてくるのもあるしあとなんだろうななんかなんだろうねあのなんか来るんだよ来るのえー、風呂で30分間ねそうあいたんもたまにそういうのあるえー、夏は水風呂いや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 ひいちゃうかわいいありがとう SIR の黄色い人の正面の胸見て背中とか言っててメタンコアロスあこ小ゆさんだごめん小みゆさんあの SIR の小松みゆさんっていう方なのごめんねえっ、ー、と今日何していたの今日はねちょっくらあの編集行ったり何やりんやりしていたえっと俺は夏だろうが、えー、毎日浸かるえ湯船にすごいねなんかねうーん夏は暑い 冬は寝ちゃういあいたあめっちゃパースボートさんこんばんはおかえりなさいアバターかわいいねえっ、ー、と洗濯機みたいなお風呂あったら嬉しいどういうことゴゴゴゴゴゴあー勝手にやってくれるやつかわいいかわいい世界一番かわいいあいたんがありがとうイーリンどうしたの？かわいい爆爆発ありがとうえー、シャワーもお風呂に含まれると思ってた いやわかんないもうね、水についたら全部風呂だよ。何洗車場みたいに青いタがワンコインで洗う。あ、そう,そう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 、勝手に洗ってくれる感じ。えっ、ー、と、電気風呂でビリビリ。嫌だよ。電気風呂嫌だよや。髪の毛洗いながら寝ちゃうことはたまに。えー、それはない。それはないよ。なんかね、湯船使ってするとダメなんだけど、普通のシャワーだったら大丈夫。ちゃんと、なんか、まあ,、うんあの、寝ぼけながら。それはそれで面白い。 もう面白いけどでもないよね。兄やんにお風呂入れてもらったら何だと何だと入ってくんないよ兄やんもうね。あっちけピピあったかそうあったかいです、うん。もう冬だからね。あのー、みんなは何なんかたまにいるじゃないなんかこういうさ、マフラーとかチクチクして、いやーみたいな人いるじゃないそうえっと。 風呂の温度3 8八度から4 0度のあ何度だっけお風呂のなんかさないっけ温度のなんかちょうどいい温度みたいな暑すぎちゃダメなんだよね。 夜勤明けでシャンプーしながら寝るのあーお疲れだわーお疲れもう滑っちゃうよお風呂で滑ってすってんころりんなむなっちゃう気をつけて俺が置いたお風呂に出るときは心を無にしてロボットになるから安心しうわ一番信用できない <laughs> 背中流してもらえねおパパタンにダメそれは喜んじゃう喜んじゃうからダメだ <laughs> えっと湯船で気づいたら朝だったってお友達ちいるけどいや朝か朝はやばいな それはもうなんかさ冷えてるよねだってそっちはでもそうなんか湯船で寝るのってなんか寝てるんじゃなくて気絶って聞いたことあるよそうだからあほんとでそれで死なないようにしないといけないんだってえっ、ー、とと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 ええこんばんにあっケンジニャこんばんにゃおかえり元気ですかえー、温度低い方が長く入れて嬉しい時もあるなんかね なんかでも低いとさ、なんか物足りない感あるよね、お風呂って。こんばんは。あお弁当さん、こんばんは。おかえりなさーい。ああ、お待たせしました。スマホ見ながら寝ちゃってガンってなる。あー普通に普通にね、あるよ、葵ちゃんも。なんか、あのー、なんていうの なんかお布団の時とかねえー、こんばんはあっカラトチさんこんばんはおかえりなさいませおかえりこんばんは寒いんすかそうなんですこばさんゅーって抱きしめてこばさん寒い寒いえ混婚欲配信あ話がどん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 大きくなっていく婚浴。婚浴なんて実在するのえー、それは季節ですねそう季節しないようにねお風呂で寝るのもこたつで寝るのもいいですよねああいやこたつで寝るのはいい ちょうど良い温度は38度から42度だよ38度じゃあ40度で行こう俺が作ってあげる洗車ロボットぜひ実験台にジロとはもうロボットも作れるようになったのあおいたんお風呂入れだしたらそれはもう介護だなあっあおいたんを介護してくれてるありがとうえばんはあおよーいおい TT さんおかえりこんばんは 寒いねー。えー、あおいさん、こんばんは。今仕事から帰ってきた。香りさんお帰りなさい。お疲れ様。今？今なの？遅いね。お疲れ。えー、今週は風邪で夜勤を休んでしまいました。えー、大丈夫ですかね。今ほら風邪とかさあとなんだっけ。インフルとかもなんかちょっとあれなんでしょ。いるんでしょ。気をつけてね。えーと。 よってお風呂に入ったら朝だったらしい。よく死ななかったと思って。や、ぶない、危ない。危ない、危,危ない、危ない。あいたんで寝ぼけてる時間あるのすぐ動くイメージ。いや、もう今日も今日もあれだよ。もうなんか寝ぼけてるプラスなんかもう寒くてお布団から出たくなくてなんか1時間ぐらいずっとうんってやってた。えっ、ー、と、エスキモーはおいしそう。エスキモーってあれでしょ民族でしょ民族だっけ合ってるえっ、ー、と、混浴は実在するらしいです。水着とかで。あ、水着ね。 いや別にでもなんかさそこまでして別にさ温泉一緒に入りたくないよね <laughs> いやあっリホちゃんいやーどこあいま寒いリホちゃんうんえラックいうアイドルではなかったのかおお湯になってるこたつで寝ると危険だよこたつでもそうこたつで寝るのはダメなんだよえっ、ー、と足浴と器用服ならやったことない何何何何じゃそりゃハク様今日はもえちゃんのメイドカフェ行ってきたおお いいなメイドカフェお疲れ様あいたはお風呂に入れるのはかなり力仕事じゃねまあそうだななかなかだねそう重いからねえー、婚約デートだとこれどうしたみんなちょっと盛るな盛るな夜だからえっと毎日この時間ぐらいに帰ってくるよ新聞屋でそうなのかえ新聞屋新聞屋って青たなんかさ夜中の3時とかから動き出すイメージだと思ってた。 水着だとちじゆこばさん落ち着け落ち着けえっ、ー、と中で頑張ってそっか頑張れふれーふれりほちゃんえ俺はたまに深夜の12時に帰宅する場合があるあら深夜の12時もなかなかだよねえっ、ー、と寒くてお布団から出たくなかったそもそもお布団入ってたのかいやでもねあるんですよなんかあおいたん寝るときは必ずマスクをするんだけどなんかそのマスクが朝起きてついてた試しがほとんどないえっ、ー、と 栃木、ね、甘っぱで入れる婚欲あるあよおーおーみんなじゃあ栃木行こうえー、今日はパワーワードが多いな <laughs> もうやめてやめてビキニだと言ってない言ってないビキニど言ってないエスキモーはアザラシ食べてるらしいよ知らんけどほんとにえエスキモーってさなんかこういうのをかぶってる人間じゃないの待って人間ってアザラシ食べるのいやそこまでして混浴入りたいが入りたいんだ入りたいのか混浴。いやそもそもあいたんか。 すごい最近の記憶で温泉に入った記憶がない温泉温泉なんかさあるじゃん修学旅行とかだとそれあるじゃないなんか温泉がでももうだってまあ遠征とか言ったってもうなんかホテルの部屋のあれしかないし温泉入ってないよ最近えっ、ー、と とっとっとっと、えー、即欲と正式な、おぉおおありがとう。足洗うとのと、濡れタオルで体拭くやつ。へ、え、ぇ、ー、それも婚欲なのえ、実際、難波さんって水着なったことあるんすかアイドルになってくるありません。たぶん、全く一度もありませんし、今後もないと思います。わ <laughs> かんない。あのー、なんか地球がひっくり返ったら着ると思います。えー、婚欲お深お願いしますよ、とおめです。 ダメでーすアイデアは何かそんな青いタンのとこん浴なんて価値がないから、えー、2時間半爆睡してたフローバあれかいちた生きて帰ってくれてよかったおかえりえこたつ布団で寝るのかじゃあこたつ出てないのよこたつで寝ると体の水分持ってかれるからだああね脱水症状聞いたことあるえー、厚着してるのに 薄着ネタになるとほんで青田は寒いから厚業してるのもう春子と一緒に洗濯機で回ったらいいんじゃね青田がそれ楽だな俺が知ってる中で23箇所ある婚浴？ちょっとジロタン行くしか春子と一緒にお風呂うーんまぁ春子も一緒にいいけど春子春子穴行きえっ、ー、と1時から2時まで新聞を下ろしてからチラシを入れてるよ1500枚ぐらいえ そうなのか。大変だなぁ。なんか、いたんですよ。あのー <coughs>、高校の時の、なんか同じ、あの、陸上部だった子が、あの、新聞配達の、なんか、奨学金みたいので大学に入って、大学入ってからずっと新聞配達をするっていうのがあったんだけど、もう、それはそれはきつかったみたいだよ。うん。えっと、修学旅行とか合宿とかで友達とお風呂入るのめっちゃ嫌だった。いや、わかるわかるなんかねー、 なんだろうななんかそういうなんか一人の時間を大切にしたい人だからあおいたんえー、エスキモーの人が住んでるところに新しいシとかしかいないらしいああだから食べるものがないってことなんと遠征の場合その上車で移動はもうねそうなのよその上車なのよポプラちゃん、うん、そうあの修行だよ修行えーっと TT さんこんばんにはこんよこなでふみ言えない話題ねおーおおお言っちゃダメだねえっとあおいたんはいいものを持ってると思う 何いいもの持ってるそうそほにそれ目の錯覚だよえっと混浴に見せかけてお宅を風呂に突き落とすイベントまだですかやりたいあ熱湯風呂ね博クさま熱湯風呂だよそれえっと確かに青い炭の水着に需要ないなこら率直すぎやえっと家でシャワーばっかりだから体が慣れてなくて温泉とかに入ってられない体になりもうしたえああそっか暑いってなっちゃうのかなえっと こんばんばあ、じじさん、こんばんは、おかえりなさい。婚約でテンパる年でもないし、別に興味な音おっと、おっと,おっ,とおっと、えー、と、みんなで温泉行っても、一人部屋の風呂入る人、あ、そうなのか、でもじゃあお部屋に、お部屋の一人風呂があの温泉だったらいいんじゃない露天風呂とか。わかります、長時間共同生活すると心がすさんできます。何があったのに、何, <laughs> 何があったんんいやななかそんなに なんかねあの家族以外の人と共同生活をいっぱい送ったわけではないけどななんかそのなんだろうなんか、ね、遠征とかもそうなんですよなんか落ち着けないもうホテルとかも「オちゃんは可愛いビキニ着れないのか不憫だなん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 だ」でもそビキニとかね買わないんだよね、そもそも。 え名、ー、取さん晩は晩は配達の人は2時半に来るよ配達の人はこれからだね帰りに流星群見えたあ,あでそういういいこともあるんだねやっぱだってさこれさあの夜遅くでさ空が澄んでるとさ 特に寒いとなんか星って綺麗に見えるじゃないいいことだ。えー、青いにゃんの水着撮影会も希望せないし、無事ブバ、ブワー、ぶわー、撮影会。えー、いた、おすねよ、おすねよ、好き、うん、おすね、好き、好き、好き。好きそうなんか、熱湯風呂をやりたいね。えー、男女とも裸でテルマエに浸かるコミュニケーションは興味あるが、テルマえロマえ自分のペースで動けないのが非常にストレスフルみたいで、仕事できる。<laughs> なんか、 なんかそうなな,な,なんかね何て言うのかな <coughs> あのー、多分そうなのよ例えばさなんかさみんなで焼肉に行ったとするじゃないなんかあのー、どうしてもあ手ては他の誰かと行くと役係になっちゃうんですよ結構家族だったら焼いてもらう係になれるけどなんか他の誰かと言えるとないろいろ気を使ってこうなんかお皿とか箸とかあとなんか。 あじゃあこ焼くねとかなんかそういう役に徹しちゃうからだから休まらない <laughs> えっとビキに買わないけどコスプレはめっちゃ買ってる模様あおいたうんいやそりゃコスプレはいっぱいあるよいっぱいあるよ貸そうか難波さんの水着か興味あるいやだから寒い寒いよあったかい話題にしてねえ <laughs> そんな体だから温泉とかスーパー銭湯とか行くとじっくり入ってられなくて損した気分にああねそうだよだってさ湯船とか使ってさあれでしょ瓶の牛乳とかコーヒー牛乳飲んだら美味しいんだよスーパー銭湯行ったことないの露天風呂とか気持ちいいのにないねスーパー銭湯 どうは、うんなんかななかかいもえー、とコスプレはするのにビキニは恥ずかしいのかよいやだってほら布の面積の問題だよそれはサービス精神が身についてるからサービス精神これおーおーおーおおおどうしたどうした二台目だ落ち着いて青いんに、えー、よくライン見せるあの人だよ草津おいしてってる草津草ー <laughs> 草だ<ー> <laughs> ミスった <laughs> 草草津津温泉だね,草津温泉行きたいねえ泉、っと「あたいタン」ってとりわけ女子なの居酒屋とかでもあんま居酒屋とか行かないけどできれば取り分けたくないんですよね取り分けてほしいんだけどなんかあの察して察して取り分けなきゃみたいな感じになっちゃう。 えっと、地元の婚浴温泉、真っ黒なとこで隅っこでいやらしいことしてるのもクッした。なになになに怖い。栃木ってそんな、そんな真っ暗なのあるの露天風呂に行けばよい。あったまるぞ。いやー、露天風呂はね、えっ、ー、と、そういう時に俺みたいな羊を呼べばいいんですよ。お嬢様。ありがとう。ほら、この間ご主人様とメイドさん方に。えっ、ー、と。 こんばんは、今日は着込んでますね部屋暖房入ってないですかあミントカフェさんお帰れいやなんか入ってるんですけど、シャムイんですよえーと、スーパーセントん何？スーパーセントなああああスーパーセントー <laughs> えっと、はこたつでみかんが美味しいです正気を取り戻すあ、わかるあと、こたつでアイスも美味しいよねえー、大江戸音声物語でライブしてくれたら楽しいにあなんか聞いたことあるな、それよく えーと車で遠征したらスーパーセントに入って車中泊はよくするよあーでも確かに何かそういうのってあれだよね何か旅感あるね遠征感えー、あるよあるのかちょっと栃木は行かないようにするよえ大江戸温泉物語ライブいいねーけどね何かどうやってライブしてんのか気になるそれえー、こんな遅い時間にお疲れ様であっようじゃんあれ 嘘、上木マーガリンでしょええー、久しぶりー来てくれてありがとうこんばんはー改めまして。えー、改めまして。ラックイアイドル編集部、葵たんこと、ナンバー葵です。右上のハートをピンクにしてるありがとうよじゃんマーガリンおかえりおいしいもの、おいしいもの食べたいね。風呂の隅こで、そんなやつ本当にいるんだ。<laughs> 何 <laughs> みんななんだなんだ今日は、えー、日中は有料だけど深夜無料になる婚浴温泉えなんで深夜無料なのすごい、えー、男がいる時だけ取り分けると周りの女子に嫌われるぞいや男っつっても社長かな <laughs>、えー、できるだけそう取り分けたくないそうえっ、ー、と全く話変わるけど編集中って目がつくいや疲れる もうえもう今もそうなんだけど本当になんかドライアイがすごくないだってなんかシュパシュパするよねなんかどうにもできないんだけどさやっぱまばたきの回数が減るからなのかなメゾンこたつでアイスイコール冷房ガンガンの部屋で布団にくるまるいいですねあわかるそれはわかるなんだろうねメリークリスマスあら君みまろさんだ久しぶり来てくれてありがとうこんばんはメリークリスマース ありがとう。プレゼント o u、えー、昨日のしゃぶしゃぶお疲れ会でワッフル焼いてソフトクリームとかき氷食べたら冬でもアイス。美味しそうワッフル食べたいなぁ。えー、アイドル合戦みたいなイベント出てなかったっけいや、あれは普通に新木場スタジオコーストでやったやつなんですよ。なんか、それとは別でそのなんか大江戸温泉物語っていうところでのライブイベントっていうのはあるらしいんですけど、それはいたことない。乾燥してるから。 乾燥していくあ目がえ、肩こりとか頭痛きたいし、ああある、あのね、あまあ、肩こりは結構ある、青いたん。頭痛はただあんまりないかな。なんか3ヶ月に、うん、2ヶ月に1回くらい。えっ、ー、と、え、婚浴温泉って魅力的だけど、初めて行くな。怖いにゃー <laughs> みんな、婚浴好きなんだな <laughs>。えっと、かんなの湯、埼玉県本町にある。え そうなのんだかの「言って多いよね。ああ、ありがとう、きんさん。右上のハートはピンクですかえっ、ー、と、どこだ大江戸温泉は結構アイドルイベントねなんかよく流れてくるんだよね。え、何やってるあっ、サモさん、今ね、うなんか婚約の話してた。<laughs> 目が疲れると、眉間を強くつまみたくなる。うー、ああ、分かるかも。えっ、ー、と、女木マーガリンってそんなすぐ出てくるんですね。すごいです。<laughs> <laughs> 出ましたもん名前は忘れないですよありがとうね来てくれて Twitter もフォローしてねえっと椅子が悪かったり高さが悪いと疲れやすくなるとかあー高さかわかんないな高さってどこがいいのか椅子お体には気をつけてくださいねではありがとうマーガリーンいい夢見てねおやすみまた来てねしゃぶしゃぶ肉以外はバンキング形式だとデザート別腹で開けておいちゃうよねわかる わかるそうなんかそのバイキングってなんか好きなものあるから、まあ、好きなだけ取れるけどあおいちゃん必ずあのー、カレーまずサラダを食べるでなんかまあしゃぶしゃぶだったらしゃぶしゃぶじゃんでなんかバイキングだからこそタレを6種類ぐらいあったら6種類ぐらい使う <laughs> で、えー、とカレーを必ず食べる。 でプラスえー、とそのデザートデザートが楽しみだからなんかデザート用にいっぱいもうもはや肉と肉の間にデザート食べる勢いよし年のせいじゃなかった大体いい同じと聞いてしで何のチェックいやあるよ全然そう肩こりとか,なんか特になんかすごいよえっと栃木の山の方は何でもありだからそっか ちょっと気をつけよう。えっ、ー、と、大江戸のお店物語キャンディーズーさんや OBP さんのライブの時に言った本当にそうキャンディーズーさんって最近見てないな。ノートパソコンの充電器が断線しかけてます。助けてください。えそれ切れたら、葵ちゃんのこと見れなくなっちゃうじゃない ?2 代目さんたまにずっと、あーみたいにずっと1つの文字が連続して打たれてることがある。ということたまにずっと、あ みたあに、あー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 あ,ーあのそれなに目が疲れてってことあるあおいたんもなんかそのなんていうのあのいいーとかえっ、ー、とうんうん、えー、魅惑的な青海老少女女神様こんにちはかわいい本当にかわいいありがとう女性在庫さんおかえりこんばんは肉と肉の間に雪見大福みたいなのある全然あるえっ、ー、ちょっと無理だあ無理無理なのえだってこの間もなんか家族で焼肉行ったんですあおいたん 家族で焼肉行った時にあのー、なんかもうねお肉に飽きちゃって途中ででお肉に飽きちゃったからあちょデザート食べるって言ってデザート頼んでその後もう一回お肉を食べるっていうのはやったえーとと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 春日部温泉由良の里埼玉春日部にあるだ埼玉県も結構多分温泉はあると思うがしかし多分 なんか栃木とかまあねそう,なんかそういうさ山とかあるところの方がなんかその長野とかねなんか気持ちよさそうカレーはバイキン形式の中では罠だと言ってたぞ食べちゃいけないって嘘そう食べちゃうよあ汗かいてる充電できなくなったら諦めますスマホで見てますスマホかい <laughs> スマホかいありがとうえー、確かにカレー食べるとそれだけでお腹良よいそうだから後半にでも食べるの後半に。 えー、カレーも牛丼も飲み物だー <laughs> じゃあだからどこのバイキングのカレーが美味しいかっていうのは結構青板の中で重要だよ。えー、本当に可愛いですね。ありがとう女性最高さん。カレー食べると他の食べれなくなって元取れなくなるから罠なんだって。いやでもさバイキングで元取るってさ難しいよね。えー、カレーでお腹いっぱいになっちゃいますにゃみんな <laughs> みんなカレー避けがちいね。えー、目が疲れてる時というより。 何午後にポカポカしてた気づいたら後で画面が埋まってらあ,あるわあるわあるなんだろうねなんかさお昼ご飯食べてお腹いっぱいになってさなんか眠くなっちゃうのよねあるえー、とチャーハンも飲み物じゃないいやいやそれダメだもうそりゃ固形物だよえー、汗かいてる北九州に青い炭の近くに温泉行けば温まるよいやね温泉ねであのー、こういう冬とかは行きたいよねちなみにどこのカレーがおすすめですかええー どこかなーえー、ちょっと待ってまとめとくよちょっとえー、でもでもね結論カレー屋さんのカレーが一番美味おいしいしあいたんのカレーなら、えー、いくらでも食べるゲ失礼しましたんカレー作ろうかえっ、ー、とあっ件どうしたどうしたえー、明日はカレーと牛丼を食べたくなってきた えカレーと牛丼一緒に食べたことないやおいたんでもお昼食べた後に職場でクラシックかかってると結構くらっとくるクラシックかかってるんだいやそれはダメだ眠いわえなるべく高いお肉をいっぱい食べる何あやき肉であやき肉とかそういう元取るのにまあ確かになだかなんかあのー、なんだっけケーキバイキングとかでもなんかどのケーキが一番コストがかかってるのかとか何か前テレビでやってたよ えーと俺宇都宮に引っ越すから温泉地から離れてほんとじゃんやめた方がいいんじゃないこだわってたのにカレー屋さんから <laughs> 言っといてそうなんだかんだしかもあのなんかインド料理屋とかのあのー、カレーとかのが美味しいんだよ多分美味しいんだよえっ、ー、とだいぶさんのカレーはあ美味しいよだいぶさんのカレーあのね甘,甘いかななんか辛いのが好きっていう人はちょっとあれだけど 葵たんにはカレーオムライスだな作っておくわお嬢さんえ美味しそうカレーオムライスえクラシックか演歌が多いよえひかわきよししか分かんないな演歌えミヤタんじゃなくなったんだそうだよキムラさんお今そう葵たんになったの葵たんツイッターもやってるから見に来てね。 えー、京都と大阪寺にはココ市場あーココイチねー行ってないなほとんど野菜も高いからいっぱい食べたりそうねカレーで摂取しようねお昼に脂っこいものとかラーメンは眠くなるからおすすめうわーほんとになんかねわかんないけどねお昼ご飯ねーなんか中華多いんですよねなんか、えー、この前キッチンダイブがテレビで紹介されたのあれかなりえへん世界かなんかかなカレーはゴーゴーカレーあーゴーゴーカレー行ったことない多分あいたん キャラも顔も好きな気がしてきました。気が。青いたんの？青いたんの。よし。まあそんな感じで、すねあのちょっと寒いからね皆さん、まああの温まりたいですが。 え告知をして終わりたいと思います。えー、次回のライブはですね、えっ、ー、と、来週火曜日になっております。来週の火曜日はこちら、ペーパーアイドルという、えー、観覧無料の公開収録とライブがあります。夜の19時から19時半公開収録で、その後ライブですね。えー、で、ライブの後はこちら、無料名刺配布会があるので、皆さんぜひお気軽にお越しください。その後、物販なので、えー、思い出はチェキに収めましょう。 えもう今年残り少ないライブですのでぜひ会いに来てくださいお待ちしておりますペコンちゃんあとはですねちょっとまだわかんないけど来週の金曜日におそらくメイドリーミングが入るんじゃないかなという感じです、えー、まだ時間とか全然わかんないんですけどもまた別れ次第ツイッターとかでつぶやくので見てください <laughs> 青いタんのカレー食べたいせいろがん準備ん失礼だないやでも それなんかさやりたいよねあのさキャンプファイヤーみたいなのでさカレー作ってさやりたいみんなでペコリンチョありがとうペコリンチョ王様のカレーが美味しかった記憶をこよみがいて王様のカレーって何美味しそうだねそれようんあまあそうねカレーが茶色って決まってないよねカレーがピンクとか青だっていいんだよねわかるわかるお昼にイタリアンとか食べ食べない食べない食べないねイタリアンとかうん まあそんな感じで、はい。あーなんかお腹空いてきたね。ちょっとなんか食べようかな。<laughs> えっと、ああ、いいな。いいな。カレー食べたい。ちょっと明日カレー用意してくれないかな、誰か。ね。はい、そんな感じで、皆さん、夜遅くまで起きててくれてありがとうございました。えー、なんかね、もうあの本当に夜になるとどんどん寒くなるので、あったかくして、えー、もう暑いぐらいでお休みしましょう。 店なのなののかかそうよしコメント流れちゃった方いたらごめんなさい。 え欲混浴はしません。えー、5位、りほちゃん、ありがとう。4位、はくさま、ありがとう。3位、えー、パリソージちゃん、ありがとう。2位、もちゃん、ありがとう。えー、1位、はるみんみん、ありがとうございます。デブって言ったな。え五、ー、516名の皆様、おすくにありがとうございました。ぜひ、毎日配信してるので、右上のハート、ピンク色にしてってください。あと、ツイッターとインスタグラムもやってます。そちらもぜひ見に来てください。ちゃんとみんな、今日のメイドの写真、 いいね立位したリップもした見てねはいということでじゃあちょっと春子は置いといてどうしようかじゃあなんかギュって抱きしめておらよしはいということでじゃあ皆さんえー、っとまあ温泉で、うん、温泉行った時は報告するね <laughs> <laughs> はいそれでは以上ラッキーアイドル編集部葵ちゃんことナンバー葵でしたおやすみなさーい <laughs> <laughs> <laughs>